よ、シノ。あ、キリト。一人で散歩か？暇ならさ、一緒にクエストでもどうだ？今、ショップを見て回ろうとしていたのよね。そうなのか。じゃあ、俺一人で行ってくるかな。あ、シノ。ん？いや、探したんだよ、シノ。リヒタ。この前、二人きりで会った時とは様子が違う。彼女の前では猫をかぶっているのか。ねえ、何しようとしてた？よければ付き合おうと思うんだけど。ごめん、今からこいつと一緒にクエストに行くところなのよ。え？行くところでしょ？悪いな、リヒタ。前から約束しててさ。その、先に行っておけばよかったね。なら、僕も一緒に。ああ、悪いけど、それもアウトなんだよ。二人で見つけた狩り場だから、他に情報を漏らしたくなくてさ。そうなんだ。わかったよ。約束していたなら、仕方ないか。ごめん、また今度ね。じゃあ行こうか、シノ。さて、フィールドに出てきたけど、どうする？ありがとう、話を合わせてくれて。いいって、困っているみたいだったからさ。ここ最近、彼に誘われることが多くて。って言っても、別に強引にとか、そういうわけじゃないからね。ただ、一緒にいると、ちょっと怖いというか。怖いって？無駄にやたら褒めてくるというか、私のことを過大評価しているような、そんな感じ。まるで私を別の誰かと勘違いしているみたい。前にシノンが一旦ログアウトしてる時も、やたらと褒めてたからな。別に褒めるところなんかないのに。すごいとか強いとか言って、むしろ弱いのよ、私。シノ、何かあったら言ってくれよな。俺やアスナ、みんなが君の仲間だから力になるよ。いざって時はそうさせてもらう。なんだかんだで結局素材集めに夢中になっちゃったわね。シノンが言い出したんだぞ。せっかくフィールドに来たから食材をいろいろ集めたいって。お礼に取ってきた食材でご馳走してあげるわよ。いや、おかえり、シノン。もう少しかかると思ったけど、割と早い戻りだったね。もしかしてここでずっと待っていたのか？そうだけど。もうそっちの用事は終わったんだよね。じゃあシノン、今度は僕と一緒に出かけよう。おい、リヒター。何？ちょっとやっていることが度を過ぎているんじゃないか。なんでさ、ただシノンが戻ってくるのを待っていただけなのに。いいわ、リヒター、こっちの用は済んだから一緒に出かけましょう。シノ、いいのか？ええ。じゃあ今日は何しようか。またシノンの戦いぶりを見せてほしいな。でもその前に、ねえ、キリトだっけ？前に言ったこと忘れたの？シノンは君たちとは違うんだ。慣れ慣れしくしてほしくない。お前がどう思っていようが、シノンは俺たちにとって大事な仲間だ。は、キリト。そう思っているのは君だけだよ。シノンはそんなことを思っているはずがない。ねえ、リヒター、どうしたの？いつもとなんか違うよ。いつもと違うのはシノンの方じゃないか。僕がついているから本当の君に戻ってもいいよ。
何を言っているの？私はいつもと同じ。違うよ。本当の君は冷静でかっこよくて、本物の力を持っている。本物の力？何を言っているんだ。お前はシノにおかしな妄想を抱いているんじゃ。妄想？なんだ、リアルでも知り合いだって言っていたのに、シノンのことを何一つ知らないんじゃないか。シノンは、浅田さんは、そこらにいる普通の女の子とは違う。そんな、私は普通。普通なんかじゃないよ。だって、リアルの世界で本当に人を殺したことがあるんだからさ。人を殺した？何を言って。すごいよね、浅田さんは。悪人を拳銃で射殺したんだから。射殺？日本中探してもいないよ、浅田さんと同じことをした女の子なんて。浅田さんは特別だ。君たちとは違う世界にいる人なんだ。私、図書館で拳銃の本を熱心に見ている時から、浅田さんに特別なものを感じていたんだ。違う、あれは。悪人には裁きを下す。浅田さんは本物の力を持っている。違う。シノン。ネットで調べてみなよ。浅田さんの功績はすぐに見つかるはずだ。シノン。どうしたの、浅田さん。くそ、話が突拍子もなくて頭の整理がつかない。それでもまずはシノンを追いかけないと。シノン！よかった、見つけられて。シノンの足速すぎて追いつけないかと思ったぜ。聞いたの？え？聞いたのよね。私が人を殺したって。なあ、聞いたよ。おしまいね。え？さっきリヒターが言っていたことは全部本当。今までみんなに黙ってきたの。黙って私はみんなと仲間のふりをしてた。仲間のふりなんて、そんな。何も言わないで。あ、ごめん。私みんなとは一緒にいられない。シノン！シノンは現実で人を殺したことがある。それがどういう理由なのかは知らないけど、シノンが望んでそれをしたわけじゃないくらい俺やみんななら絶対にわかる。なのにずっとシノンは一人で背負い続けていたんだ。シノノ、最近ログインしてこないね。そうだな。リアルで携帯の方にもメッセージは送ってみたんだけど。一体どうしたんでしょう。きっと何かがあったんですよね。うん、不安で心が押しつぶされそうだよ。まで見に行った方がいいんじゃないでしょうか。
今からみんなでログアウトして行ってみる？みんな、ちょっと待ってくれないか。シノンに関して聞いてほしいことがあるんだ。もしかして何か知ってるの？その顔を見る限り、いい話ってわけじゃなさそうだな。シノンに何があったんだ？シノンは俺たちと会うよりも前から大きな悩みを抱えていたんだ。そのことで今シノンは苦しい思いをしている。なんだよその悩みってのは。それはごめん、俺の口からは言うべきじゃないと思ってるけど、今シノンを信じて戻ってくるのを待ってあげてほしい。待つだけしかできないのかな。何か僕たちでしてあげられない？俺たちがやるべきことは、シノンが戻ってきた時にいつものように迎え入れることだと思う。大丈夫、言われなくてもみんな迎える準備はできてるよ。だって何があったってシノンはシノンでしょ。いつもみたいに接するのは普通のことだもん。そうですね、シノンさんがいつも私たちに見せていた笑った顔や怒った顔が早く見たいです。うん、俺もだよ。分かった、今はシノノンを信じて待つことにするね。みんなありがとう。シノン、君には仲間がいるということを思い出してほしい。そのためにはどうしてもシノンと話をしないと。シノンにメッセージを出そう。この一連のことで思い出した。俺の シノンにメッセージで伝えてある時間はもう過ぎているけど、きっとシノンは本当にずっと待っててくれたんだ。ちょっと遅れちゃったかしら。シノンに会うためならいつまででも待つよ。あんたが素でそんなことを言っちゃうの、すごく久々に感じる。ねえ、送ってくれたメッセージに書いてあったことって本当？あんたも人を、その、ああ本当だ。 SAO の時、まだシノンがダイブする前のことだけど、俺はプレイヤーを、人を殺したことがある。でも何か理由があるのよね。あのゲームには殺人ギルドがあったっていうのは当時も話をしたよな。ラフィン・コフィンだったわよね。ああ、ゲームオーバーが死を意味するあの世界で、奴らは多くのプレイヤーを殺していった。だから討伐パーティーが組まれてさ、その中に俺もいたんだ。討伐パーティー？作戦は相手を無力化して牢獄に放り込む、それだけのはずだったんだよ。けど、どこかで情報が漏れたのか、向こうは罠を張って待ち構えてて、無我夢中で剣を振り続け、そこで俺は人の命を奪ったんだ。そうだったんだ。その上、俺はもっと罪深いよ。忘れていた？なあ、俺はきっと自分の罪と向き合う義務から無意識に逃げようとしていたんだ。けど思い出したよ、シノンのことを聞いてから自分が一体何をしたのか。それでも殺した相手の顔と名前はどうにも思い出せない。このキリト。それだけじゃない、俺は仲間を見殺しにしたことだってあるんだ。え？助けられなかった。
君は死なない、そんな言葉を言っておいて、俺は私はあなたのしたことや過去について何も言うことはできない。でもこれだけはわかる、あなたもずっと戦ってきたのね。逃げられない過去と、たった一人で。ごめんな、一方的に話をしちゃって。大丈夫よ、気にしないで。ねえ、一つだけ聞いていい？ああ、なんだ。あなたはその記憶をどうやって乗り越えたの？どうしたらあなたのように強くなれるの？乗り越えてなんかいない。え？俺は確かに人を殺したのに誰からもそのことを咎められたりしなかった。それをいいことに目をそらし、忘れることでごまかし続けてきたんだけど、それは間違いだって今は思っている。自分のしたことの意味をしっかりと受け止めて、これからも考え続ける。乗り越えるのではなく、まっすぐ見つめて、いつか受け入れられるようになるまで戦うんだ。それが俺にできる最大限の償いだと思う。いつか受け入れられるようになるまで。でも私にはそんなことできない。そんな強さを私は持っていないもの。なあシノ、みんなに会いに行かないか？みんな君のことをすごく心配している。わかった。私も自分の口からみんなにちゃんと説明をしないといけないものね。アスナ、シノンさん、よかった、来てくれて。ようやく会えたわね、シノン。みんな、急にいなくなってごめん。理由も言わず、連絡も取らないで、きっとすごく迷惑かけちゃったわよね。だから、ちゃんと自分から言わないといけないって思って。ね、私が11歳の時、当時住んでいた町の郵便局で強盗事件が起きたの。新聞やニュースではその時の強盗犯は銃の暴発によって死んだと報道されていたけど、実際は暴発なんてしてない。実際は私が強盗犯から拳銃を奪って撃ったの。そういえば私が SAO に取り込まれた時のこともみんなにちゃんと説明してなかったよね。 SAO に取り込まれた時、私はある理由でメディキュボイドを使用していたの。それは PTSD のカウンセリング。郵便局での事件がきっかけで発症しちゃって、今でも拳銃の写真を見ただけで吐いちゃうことがあるんだ。そうした過去やトラウマがあることを今までずっと黙ってた。今までずっと黙って、私はみんなの仲間だなんて言っていたの。シノノ、黙っててごめん。騙しててごめんね。でもこれでよかったのかも。みんなに偽り続けることの方がきっと本当のことを知られるより辛かったはずだもの。シノ。じゃあ私はこれでさよならするね。なんで？待って！アスナ、シノノの話を聞いて今私はすごくびっくりしてる。それが普通だと思う。
人殺しがそばにいたなんて。違うよ、シノノ。今までずっと一緒にいて、笑ったり励まし合ったりしたのに、なんで気づいてあげられなかったんだろうって。ずっと一人で悩んできたんだよね。きっと、すごくすごく辛かったよね。これからは私が、私たちが、シノノンのことを支えるから。シノン、あんた普通の女の子でしょ？何一人で大きな悩みを背負い込んでんのよ。そうですよ。私、シノンさんが抱えている悩みを一緒に支えます。頼りないかもですけど。でも、私もリーファさんと同じ気持ちです。仲間だもん。困っているときは助け合わないと。僕もやれる限りのことをしたい。おうよ、遠慮なんかすんなよ。どんどん頼ってくれて構わねえからな。ですから、シノンさん、これからもずっと一緒にいましょう。やだって言ってもくっついてっちゃうんだから。こういう奴らだって分かってただろう。みんな、シノンはさっき、自分のしてしまったことを受け止める強さなんて持っていないって言ってたよな。それは俺だって同じだ。俺一人じゃ目をそらさず受け止めるなんてできない。だからこうして仲間に頼るんだ。俺やシノンには頼れる仲間がいる。頼れる仲…シノノンに何があったとしても私たちは味方だよ。アスナ…今まで気づいてあげられなくてごめんね。私の過去を知っても、それでも仲間だってそう思ってくれるの？もちろんだよ。シノノンはシノノンじゃない。苦しんでいるなら一緒に悩もう。だから私たちを頼って。向き合っていこう、仲間と一緒に。それじゃお願い、頼らせて。俺もシノンもきっと罪が消えることはない。だから支えてくれる仲間と共に受け止めていこう。